アヤパニに犬ファブシ、チュラサンチュラサンにカリユシユイ、丸八重山観光フェリー株式会社は、沖縄県石垣市、三崎町に本社を置く、海運会社である。八重山列島の離島航路における老舗である。主に、石垣島と八重山列島の他の島との間で、旅客船、フェリーを運航している。かつては、安栄観光と共同運航を行っており、 共通乗船権で両社の船に乗船できたが、2020年10月1日から廃止され、現状は大半の営業航路において両社のダブルトラックとなっている。かつて、八重山列島には多数の海運会社が存在し、同一航路に参入していた。本土復帰時にこのうち6航路10船舶を統合して、当社が誕生。その後、り表観光海運との合併。 平田観光の船舶以上、離島総合海運との合併等を経て、波照間航路を除く大半の航路が当社と、安坂江観光との2社に集約された。2007年には新たに石垣島ドリーム観光が参入し、大半の営業航路で3社でのトリプルトラックとなった。八重山観光フェリーと安坂江観光は、コスト削減を目的に、2010年4月から、 黒島航路で、道路9月からは、竹富航路で、さらに2011年4月からは、オ浜バマ、大原、上原、鳩間航路でも共同運航を実施し、八重山観光フェリーが未就航の波照間航路を除く、すべての高速船で、両社の乗船券が、相互利用できるようになり、2社共同運航便と、石垣島ドリーム観光との実質的なダブルトラックとなった。その後、 石垣島ドリーム観光は2018年4月からツアーに特化し定期航路事業を休止。2020年10月1日からは2社による共同運航が解消され、共通乗船券は廃止された。2018年3月に同年8月から新造船によるハテルマ航路参入を検討しており、不定期航路は国や県に申請中で許可が下り次第運航開始。 不定期航路は慎重かつ前向きに検討中と報道された。その後、同年8月2日に、石垣大原波照間航路の不定期航路事業の許可を取得しており、2019年7月20日に、夏季限定のツアーで、波照間島への不定期航路の運航を開始した。夏季は旅客船航路については2020年10月から2021年1月。 価格線航路については2020年10月の情報。ありがとうございます。